あれネットが切れた。今動かしたの。あ、ちょっと俺が動かしたからかな。あれ抜けてます。いや、抜けてはいない。抜けてないね。あ、でもなんか点滅が、あ、なったなった。あ、じゃあしばらくで復活すると思います。はい、着きました今。よし、よっしゃ。はい、というわけで反省会、はい、まあネタ的には先週言ってたのが本当にそのままいろいろとドタバタ広がったのと、はい、まあプラスして欅坂さん、はい、ナチ、うん、いいね、うん、まあ先週で言うとあのパククネさんがねやばいよねって話してたら、はい、本当にやばくなったよね。どん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 、クリントもやばくなった。あ、でもクリントンのはどうなんだろうな。結構でも競ってきたみたいな報道されてますよね。ちょっと心配というかなんていうか、心配って露骨だね。クリントンさんを支持してるわけじゃないですけど、うん、まあ、トランプか。ただあの日本のメディアの放送の仕方って、はい、その支持率が追いついたとか近づいたって表現するんだけど、はいはい、アメリカの大統領選って支持率関係ないんだよね実質。だからその辺が日本のその報道の嘘というか、そのニュースを面白くしようとして、なんかそういう支持率が追いついてきてみたいな、ね、まあね、話しちゃうんだけども、アメリカの大統領選はほら、まあ露骨に言っちゃえば日本の、総理大臣と実質的には同じような選び方になってんだよね、うん、っていうのは要はあのアメリカの各州にいるその選挙人を、なんだろうな、州によってまたほら違うじゃないですか。勝ったら総取りっていうところもあるし、票のそのね支持率も分散させるっていうのもあって、だからあのなんだろう、確かに支持率は競ってるんですけども、実質的にもうそれぞれ共和党が強い州、民主党が強い州っていうのはこれもはっきりしてるんで、とそこの強い州で取れる選挙人の数っていうので、もうほぼあと十何人だっけかな、うん、クリントン集めればもう決まりだよっていうレベルにまでは行っちゃってるんで、支持率だけで言ったら、だってあれですよ、あのブッシュとゴアの時か、あの時だって支持率はだってゴアの方が上だったんですね。ゴアの方が上だったし、実質的な得票数もゴアが上だったんだけども、うん、選挙人の人数でブッシュの方が上だったからっていう、うん、まああれもいろいろ疑惑の残った大統領選挙でしたけどね。まあだからなんだろうな、このまま行ったら、そうだ、今回あの欅坂であのイギリスの大衆紙を検索かけた時に面白かったのが、欅坂で出てこないし、欅でも出てこないし、46でも出てこないし、あと何があるのかなと思ってナチで検索かけたんですよ。そしたら一番上に上がってきたのがトランプだったっていう。で検索終わってバッと出た瞬間大爆笑しちゃう。あ、トランプだみたいな。ナチで出ちゃうんだとか思いながら。まあしょうがないねこれはね。まあ、ということで今日はあのさっきね欅坂の話した時に10月の26日25日が、デイリーミラーだっけかな、うん、で26日がデイリーメールっていうイギリスのまあ大衆紙ですわな、タブロイド版に乗っかったよって、それから実質1週間ぐらい経って31日の夜の10時ぐらいに突然朝日新聞がそれを取り上げる。で朝日がそれを取り上げて2時間ぐらいしたら各社後追いでなんか知らんけどみんなして同じような記事書き出したっていう、うん、この辺の一連の流れ、まず一つ問題なのはそのイギリスの大衆紙が取り上げてからなんでこんなタイミング遅れてそのニュースが、うん、記事になったのかっていうこと、しかもそのあえてそのなんだろうな、ハロウィーンの特別番組があって、うん、いきなりそういう印象が強い時にその記事を突っ込んできたっていう、うん、このやり口、うん、もう完璧に何かを狙ってるなっていうのは正直感じますよね。でまたもう一つの問題は、朝日が書いたら後追いで各紙がそれに乗っかってきたっていう、この日本のマスコミのね統一感素晴らしいね。なかなかこれあれ北朝鮮でもここまでの統一感はないよ。素晴らしい、素晴らしいね。なぜか全体主義ね、素晴らしい、素晴らしいね本当に。だって朝鮮新報とかさ、労働新聞とか
3市ぐらいかな今北朝鮮でもあるけど、こんなに横並びで同じ記事並ぶってよっぽどのことじゃないじゃないよまあ影響力を持たれてるんじゃないですか、なんとかセンターさんの皆さんが記者クラブ互助会とかさすごいよな。よくあのね一時期なんだゆとり教育の運動会でそのお手でつないでみんなでゴールインっていうのをね批判してた方たくさんいらっしゃいましたけども、日本はねそういう媒体がお手でつないでゴールインっていうのが基本になっちゃってるんでね、本当にましてその裏ちゃんと取ったのかよっていうのはね本当に俺心配。昔あのニューヨークタイムズだっけかななんかがあの日本の批判をした時にニューヨークタイムズが日本を批判したって記事がね日本のメディア各紙にガーッと一斉に並んで、いやいやニューヨークタイムズはそんなことやんねえだろって思って見に行ったら案の定単なるワンコラムだったってね本当にこんなワンコラム書いて、しかもあの日本のマスコミと違うのはアメリカはまあイギリスもそうなんだけど世界中どこに行っても記者は必ず署名記事なんだよね、うん、だから新聞社が責任取るんじゃなくて記者が責任取るっていうシステムなわけですよ。それを日本はその単なるワンコラムでもニューヨークタイムズに書いてありますみたいな話に持ってっちゃうんで、それは日本の新聞社の感覚だよね、うん、世界でジャーナリストってのはほとんどみんな個人であって、その個人が記事を書いて責任持ってそのなんだろうな大手新聞がそれを拾うっていう、これが一つのシステムになってるわけで、そこんとこうなんだろうねその日本のマスコミの全体主義感すごいね、本当に大丈夫かよって素直に心配になるぐらい。ナチもびっくりして、ナチだってここまでなかなかね統一感のある報道は、だってさ朝日読売毎日産経、あ日経が書かなかったのかな、テレビでやったんですか、あんまりテレビ見てないんですけど、うん、俺もテレビ見てないから最近知らないんだよね、新聞だけなんですかね、うん、逆に珍しいです、やらなかったように思うけど、うん、あんまり少なくとも大きくは取り上げられてないですね、うん、私も一応朝と夜ぐらいはニュース見ますけど、うんね、俺最近本当にテレビ見てないからさ自分でもちょっとなんだろう、ここんとこだって俺テレビっていうものを見てるのってワンセグでなんか大きいなんか起きた時にしょうがねえからワンセグでニュース見るっていうぐらいで、いわゆるテレビっていうものでちゃんと見るっていう習慣がなくなったよね、うん、もう最近電通のブラック時間外というようなことで、民放はやっぱり恐る恐るでこうほとんど出さない、閉めたとばかり NHK がそう、そうだねああそういうのはあるある、だってあの今回の欅坂のその背景のユダヤイスラエルと同じで、うん、要はやっぱりスポンサーが大きいから誰もそれを叩こうとしない、うん、だって電通的に回したらさ、うん、大変だ、あのこの間俺ポケモン GO かななんかの時にちょっと書いたんだけど、中国で携帯電話いじってて子供が事故にあったっていうやつが、そのいわゆるスマートフォンの使い方もっとちゃんとしろみたいなのを中国の新聞が書いてて、これ日本だったら絶対ポケモン GO のせいにしてるよねっていうのをちょっと書いたことがあるんだけども、そのそういった単体に対して攻撃をすることでなんか盛り上げていこうという、これ完全にいじめの構図だよねだから俺テレビ見て見て思うのは、これなんでこういう番組を批判しないのかな、これ文科省文句言えよとじゃあ農水大臣もそれすぐ山本大臣、いやみんなそうだと思いますよ、だってあのなんだろうな、大臣が何かやらかして本来文句つけられるべきは、例えばその昔 TPP に賛成してた人がね、手のひら返して TPP、ね、反対とか賛成とか、あそんなに簡単に変わっちゃうんだみたいな、でじゃあ TPP ってなんだろうねっていうのを本当はニュースはやらなきゃいけないんだけども、うん、結局そこに行かないんだよね、あくまでも個人をいじめることで終始する、うん、でその個人が辞めるとさもそれで一件落着したかのような、ね、流れになってるっていうのが今のこの日本のメディアのやり口だからさ、
いやこれ子供たちにいじめはいけませんって言えねえよなっていうのが一つもう一つは戦闘を切ってやってるんだ そろそろちゃんと大ネタに切りかかれよっていう、なんだろうね、その小ネタばっかりに走ってそこ盛り上げることによって大ネタを忘れさせるっていうこの一連のシステムはさ、いつまで続くのかねこの国いやそのこと言ってるのに TPP が採決されたみたいですけど、あらすごい、ね、予算委員会、はい、これでもあれだよね、あの特別委員会、トランプもクリントンもさ TPP 反対だっつってんだからさ、そうどうすんですかねこれ、これどうすんだろうね、これはちょっとまあ俗にあの政治家の言葉で言うとはしご外されたってやつですけどね、うん、でもクリントンさんの TPP 反対は、うん、いわゆる自民党時代の野党の TPP 反対とほぼ同じ意味じゃないですか、 あの下に括弧書きで、うん、あの注釈が書いてあるっていうパターンで、まあでもあれだよね、こうなってくるとさ、これクリントン、トランプのどっちが大統領になった方が自民党に都合良かったり、うん、野党に都合良かったりっていう判断が難しくなってきたよね。難しい、難しい。現実さ、日本は独立国とは言ってるけども、実質アメリカの傘の下にいることはもうこれはね、万人が認めるとこなわけでさ、これしょうがないやね、まず一つはね、うん、フィリピンみたいにはいかないのか、まあなかなか、うん、あそこは大統領が何しろ昔からねフィリピンってねなんだかんだ言ってやり手、あそこは、うん、あのいろんな人大統領になってるけど、うん、一人一人がね面白いしやり手だし、うん、だってさ米軍追い出しちゃったんだからね、海兵隊追い出したもんね、大したもんだよあれ、なかなかあの流れはね、日本でだってさ言ってみりゃあれだよ、あの三沢からさ横浜横須賀ね、沖縄どこじゃないよね全部から出ていけっていうさすごいよあの国は。だからそれはねなかなか日本の政治家にそこまでのダイナミズムってのは残念ながら求められない、うん、だからまあ属国っていう意味じゃ未だにアメリカの属国ですよ、これはもう本当に認めざるを得ない。で実際核の傘に入ってることも確かだし、あの北朝鮮がいくら核開発しようが、あの日本に向けてそう簡単に撃てないのはやっぱりもしそれやったらアメリカがうちに撃ってくんだろうなっていう恐れがあって、それはやっぱりなかなか撃てるもんじゃない、居心地のいい属国。そうだからこれであれですよ、まあそうだね、やばいのは例えばあの今中国だけだけども、これからインドとか例えばインドネシアだったりマレーシアっていうそういういろんな国が経済的にもどんどん伸びてくるときに、今の日本の正義って基本的にアメリカの正義じゃないですか。でもその正義じゃない方の人たちが今どんどん世界の中心に名乗りを上げてきてるわけで、だからそうなったときにじゃあ日本ってどの方向を向いていけば生き残れるかっていう結構リアルなサバイバルになってくる、うん、そういう時に今までのような日本の政治家のシステムではなかなかうまくいかないかなっていう、うんうん、まあ、あと国民の方もそうだよね。例えばあの第二次世界大戦の時もそうだったんだけども、今も例えば北朝鮮憎しでとにかく北朝鮮全部ダメみたいになっちゃう、でもそれって外交としては最低のやり口なんだよね、うんうん、常にあの、ね、机の下では握手してたり表では握手してんだけども、あの机の下では蹴り合ってるっていう、外交って必ずそういう裏と表がいっぱいあって初めて成立していくもんで、今の日本だったり日本国民の反応のその北朝鮮悪いやつだダメだ全部ダメだみたいな話の仕方をしてると、何かで手ちょっと握手しようっつった時に握手をしようっていう声を伝える手段がなくなってる危険性がある。これ日本が、ね、あの核落とされるまで原爆落とされるまで終戦できなかった理由の一つは、そういう終戦に行くためのうち負けましたって手を挙げるための手段が失われてた、うんうんうん、日本にいる外国人全部も国外退去させてるわ、うん、一切のねそういった適正のものを認めなかったっていう、それが逆に日本が最後に負けるときに負けましたっていうのを伝えるルートがもうほとんど閉ざされてて、
だこういうバカバカしい話になっちゃうんだよね、うんうんうん、だそうなんないためにはだどうすればいいかっつったらもう簡単な話で二の手三の手、ね机の下やら足だったりなんなら地下室でねいろんなとこで手つなぎ合ってくっていうそういうシステムを政府がきちんと続けていかないといけない。だから今度 の, そのプーチンを呼んでね、うん、うんというのがまあうまくいくかどうかわからんけれども、うんまあ、日本の戦後の外交としては珍しいケースに。そうですよ、ね、本当に。だからそういうなんだろうな、安倍さんって結構いろんな批判されてるけど少なくとも意外と実はアメリカ一辺倒じゃないっていうのが、うん、なんかじわじわと見えてきてるところがあって、うんうんうん、その辺の面白さってあの人のなんだろうな、もしかすると懐の深さにあるのかなって気がしてるよね。日本のそういう意味では政治のトップでここまで露骨にロシア旧ソ連とねなんか話いろいろしようとした人ってまずいなかったわけだし、だもうあとあれだよね、本当北朝鮮に行ってほしいよね。本人ひょいっと顔出せたらさ、向こうだってひょいっと行くよと言えば、うん、向こうはって言うんじゃない、間違いなくウェルカムだと思うんで、首相行くよっつって首相行っちゃったら向こうは金正恩出さざるを得なくなるわけで、でそういうのが前のあの小泉さんのうまいとこだよね。あの人は何しろ国のトップ行ったっていう話になると向こうもトップを出さないわけにいかなくなる。これはもう国際的な慣例としてトップが行ったんだから、トップ相手しなかったらその時点でもう失礼だっつってねえ喧嘩売られても、トップぐらいじゃダメなんだよ。 そこでお前ら失礼だよっつって喧嘩売られても文句言えないっていうのが国際的な慣例なわけだから、今安倍さんひょいって平壌行っちゃったらさ、ここはね金正恩出さざるを得ない。デイリーミラーどころじゃなくて、デイリーミラーどころじゃなくて、大新聞、世界の大新聞、ニューヨークタイムズ、ワシントンポストがもう大騒ぎだよ。日本は北朝鮮と単独でいろんなことやるつもりなのかみたいなさ。まあ昔俺とかね川本さんの時代だとアメリカが日本の頭越しにね中国と、うん、うまいことやっちまった歴史を生で見てるからね、もう外交ってあなるほどこういうもんだってあの時実感させられたもんね。えアメリカって中共と戦争してんじゃねえのみたいなさ、うそ何キシンジャーって誰みたいなね。あのショックはあの時本当に1973年ぐらいかな、うんうん、そういう意味で言ったらそのもしトランプさんが大統領になっちゃったら、うん、なんかやっぱ安倍さんっていうか自民党側はその辺を外交的なところを持ち出して、うん、憲法の話とかもしたがるですよね、うん、そっちの方が自分可能性はあるでしょうね、そっちの方が都合良かったりするかもしれないですね、うん、クリントンじゃどうも話持ってきづれえわっていうね。そういうのはあるよね、うん、トランプいいなみたいな。間違いなくあの人ならあれだよ、お前金出してでも日本軍作ってくれそうだぞみたいなさ。で、なんなら核の 2,3 本を譲ってくれそうだよ。ああお金出せば。そう。やっぱり高いよなって言いそうだ。いやいや、トランプは多分自分のポケットマネーをプラスして買ってくれるきっと。欲しいなら俺がプレゼントするよぐらい言いそうだよあの人は。で自分で守れと。そう。あちなみに。マサッペさんからコメントでですね、テレビでもやりましたよって多分欅坂の報道の件、ね、みたいですね。あ本当だ、あ出遅れたって俺の方にメール来た。出遅れた中地です、検査やら何やらで出遅れました。45番の応援よろしくお願いします。これ SKE のね、本当にもう SKE48 の オーディションがね、ショールームで公開されてやってましてね。あラッキーから来てた。おメール。ラッキー、レコード大賞って1億円で買えるのかって。あそうだ、このネタもあったね。ありましたね。なんか噂によるとさ、うん、TBS の年末の番組表からこうレコ大が消えてるっていう話聞いたんだけど。TBS の、うん、消えるってことはないですよね。うん、なんか番組表がなんか、はい、うん、っていうのがネットで流れてたよ。嘘だろうとか思ったんだけど、番組表どこまで見れるんだろう。じゃあ今検索しています。そうですね、自粛。いや自粛はしないですよね、さすがに。たださ、あそこまで露骨にさ出ちゃうとこれでやってもさ、別に買ってダメなんですか。
いや公職選挙法は適用されないから何でもありやん。実はね、俺がテレビやってた頃からね、この手の賞レースはとにかくもうすごいんだよ。まあ、ってか、プレゼント合戦からね、現金飛び交うしね、もう何でもありだったもんね昔は。ね、でも今や、ね、レコード大賞が何の影響力があるんだろうっていう世界ですもんね、うん、だって今レコ大取ってもさ翌年食えないからね、うんうん、っていうか翌年食えるやつしかレコ大もらってねえって話もあるしね、っていうかなんかそのそれこそグッドデザインとか、うん、モンドセレクションとかお菓子についてですか、うん、あれでも全部お金だって話ですよね、うん、実際は今あれじゃねえか、金で動いてないのって下手すと AKB の総選挙くらいなのかあれはどうですか、あの、ね、文学賞とか。文学賞なんて金だよ、ね、芥川賞とかだって宣伝のためのね。そうだよ、芥川賞なんてあれだもん、あの出版社の都合で選んでんだからさなるほど、うん、ノーベル賞ぐらいまで行くとさすがに言うんですかね。あ、ノーベル賞があれか、うん、そういう意味では一番今信用してもいい、うん、あとまあ今本関連だと本屋大賞とかですか。そうだね、あの店頭の皆さんで選ぶっていうね、うん、本屋さんが選ぶね、あれは信用できるし、実際さ、うん、あのなんだろう、本屋大賞偉いなって思うのは、うん、あれで大賞取ったやつって読むと絶対面白いもん。そうだからなんか、うんうん、芥川賞とかそういう賞より本屋大賞の方が嬉しいですっていうね、う作家さんもいらっしゃいましたけどね。だって今時芥川賞取ったってさベストセラーなんねえじゃん、うんうん、でも本屋大賞取ったら絶対ベストセラーになる、うん、で芥川賞なんかさ言っちゃ悪いけど読んで面白いって思う作品そうはないからねでも本屋大賞はさまさにあの読んで面白いっていう本しかないもん、あそこは、うん、あれはね一番信用できるよね、うんうん、だからその辺だよな結局。なんだろう、そうやってさ金だの力だのでさ動かしていったらそういう信頼関係だんだん失われてって、うん、結局その賞自体の意味が失われる、はい、うん、まあ、僕があのたまに買っているあの、うん、SF のね雑誌でね今年の SF 大賞とかそういうのね、うん、ありますけども、 ああいうマニアックな世界にはそういうのはないですね。だって、ね、あれは賞取っても商売になんないから、まあ、うん、金動かないからね、うん、だって結局その賞取ってもさ、はい、あのファンが喜ぶだけじゃん、はい、まあねファンは大体買ってますからね。そうそうそう、もう全巻揃えてて当たり前みたいな人たちがやったー、うち賞取ったぜ、うん、ネビュラ賞とかね、うん、いろいろありますけど、日本だと星雲賞ですけどもね、懐かしいですね。あ、そういえばあれだね、宇宙人思い出しちゃうな、あの難波さん、ほう、あのゲストのプロデューサー、ゲストのほらなんだっけ、あれカレンちゃんか、カレンちゃん の、 あのプロデューサーで難波ひろゆきさんって来たんだけど、はあはあはあ、あの難波ひろゆきさんとか、はあはあ、俺同世代で、まさにあの日本 SF 界が黎明期の頃だ、今のコミケみたいなものの前身になるような、まだ当時ファンダムとかいう表現をしてたんだけど、その SF ファンが集まって毎年あの霊界をやったりっていう、そういう時代にやってたのがその宇宙人って、宇宙の塵って書くやつ、うん、そういう話が通じる、私も当時あの SFC っていう SF クラブをやっておりまして、そんな話で盛り上がる。だからその時代はもうほら小松左京さんとかね、うん、星新一さんとかまさに大御所たちがね、うん、皆さんまだあの新たな SF の時代を、筒井康隆はまだ生きてますけどもね。あ、筒井康隆もそうだね、うん、SF 書いてんもんな、あの人も、うん、そうだね、あの当時だから SF 作家たちって本当に普通の作家さんより必ず1ランク下に見られてて、うんうん、でも実際結構そこそこ売れてて、しかもほら映画化とかされたじゃん、うん、日本沈没とかさ面白かったもんな。だそういう意味ではなんだろう、ちゃんと面白いものが賞をもらってたりすると、その賞自体になんかこう魅力が出てくる、うん、昔結構有名な話で、アルベール・カミュが、うん、なんだっけな、あれノーベル文学賞かな、もしかしたら取った時に、うん、サルトルが、うん、これでやっとこの賞も世間に認められるようになるなっていう逆だろそれみたいなさまあそういうのもあるわな、うんうん、確かにあの当時の異邦人だっけかな、うん、で賞を取ったんだよね。でその賞を取った時のそのサルトルが、まさにね当時もすでにサルトル大御所ですからねその大御所がね
いや神が賞をもらったからこれでやっとこの賞も世間に認めてもらえるようになるわっていう。それはでも手口かもしんないね、うん、新しい賞がさ自分たちの賞を箔付けしようとしたら最初にさなんかすげえ大作家もしくは新人なんだけど、うん、もうみんなが認めてるような新人に賞をポーンとあげちゃうと、うん、あこの賞って信用できるよねみたいな、うん、これは新しい手口だね。なるほどね。だから本屋大賞を取ったような作家の次の作品に必ず賞を出すみたいなさもう明らかにこれ去年本屋大賞を取ると必ずこの賞来るんだよなみたいなさなんかでもありますよねそういうの小判ザメ賞法私の得意のやめなさいまあまあね、で課長さんからもね来てますよ。スタッフの皆さんお疲れ様なのです。朝寝坊をしても両膝が痛くても部下がやらかしてもお客様怒られても今日はディスクに飾ったデスクに飾った自分のにやけ顔のように笑顔、ね、証人のハンコもポンポン軽快に昨日の話すると与之助さんがタブレットをぶん投げそうですがかっこ笑い笑いじゃねえよ目の前数十センチで天使のウィンクをもらって天使の自撮りによるツーショットこの iPhone は宝物ですってねそんではこのメールを読んでタブレットを破壊するところをアーカイブで見られることを楽しみにしてます本当にガチャ、ね、そうなんですよ。エゴユーナさんとですね、ツーショットっていう、あら当たりを引くとツーショットで、しかもそのツーショットを何がすごいってアイドルが自撮りしてくれるっていう。へえ、それすごいですね。すごいよね。アイドルがだから自分で顔寄せてきて、はい撮りますよカシャっていう。もうそらあったおっさん死んでの世界で本当にいやもうダメですね次また指名するよ本当にこれは釣られるとかいうレベルじゃない。だって中にはあれだよ、あのメンバーによってはもともと渡辺美由紀って本気でほっぺたくっつけるからな、あの子はあの子は何が釣るっつって本気でツーショット撮るときにほっぺたくっつけてくるっつんで、しかも腕組んでくるからもう胸がもうもろに腕に当たるみたいな。そうするともうそこまで行くとなんかそれはもうファン離れねえだろうみたいなさまあ今回は中井梨花ちゃんがやらかしたみたいですけどね本当にあそこはそういうおもろいメンバーがいっぱいいるからね、まあ正直なかなか落ちない ね腹立つね、こんな写真添付してきやがって本当にすごい。ユーストに写したらいいいいのかな、うちのエゴ言うなですよ。うちのエゴ言うな。うちのエゴ言うな。なんてことしてくれんだっつって。冗談じゃないって本当に。いや今回でもね、あの AKB のイベント相当面白かったらしいですよ本当に。一番笑ったのがなんだっけ、大和田奈々が握手会のその握手のスペースにベッド運び込んで寝顔取れるっていうわけのわかんない本人ちゃんとベッドで布団かぶって。ちゃんと寝顔を見れるようにして寝てるっていう、とファンはそのね、十何秒間かはいどうぞって言うとおおカシャカシャって寝顔を撮れるっていう、どういうサービスだよ本当にまあいろいろ考えてくるよね。ジョーエリコがね頭撫でだでっていうのをやるっつったら、さすがにスタッフからダメって言われたらしいですね。じゃんけんに勝つとジョーちゃんの頭を撫でるか、もしくはジョーちゃんに頭を撫でてもらえるかっていうのをどっちでも好きな方を選べるっていう話だったらしいんだけど、これはさすがにスタッフからダメって言われたって。でも今回のその AKB 秋祭りっていうのはそういう意味ではなかなかね、さすがにほら今落ち気味なんで、ここをどうやって盛り返すかっていうところでね、まあ仕掛けてくるね。じゃあこの次はぜひお尻ポンペンペンと。いやあのね、指原のね足とかだったら本当に触りに行くよみんな、うん、握手券5枚5000円でものすごい綺麗な足してますよ。指原の足はシャレになんない、あれは、うん、もう本当足だけは綺麗顔は置いといて、顔は置いて、いや顔もまあ一般人の中に入ったら圧倒的に可愛いですよ、はいはい、ね、まあね、生地周りがあれだけ可愛いの揃ってるんで、ゲロブスとか言われてますけどもね
私その指原さんとあの今年写真撮ってますんでまあということで、そういうね AKB が頑張ってて、だから欅坂がねこんなつまんないネタで言うたらなんだけど、ほんとつまんないネタなんだよね。どうでもいい、だってさアイドルの衣装なんかさどうでもいいじゃん。それがナチスに似てようが何しようがさ、本当にどうでもいい話なんだよね。そこにクレームつける方もつける方だし、小池都知事がそうやって出たと言うんなら話は違うけど、うん、政治的には何の意味もない ねアイドルがさ、うん、昔のそれもだって似てるってだけよ。似てどこを見て判断したんですかね、そのワシのマーク。いやコートらしい。コート、うん、コートとその、はあ、そのコートの内側に着てるやつのボタンが、その確かに言われりゃ昔のあのヒトラーが羽織ってたコートに似てるっちゃ似てるし、対象制約けしからん。いやそういう話だよ要は。いやほんとそういう話なんだよね。だから昔さあの黒人を使うのは差別だっていうのがあったじゃない、うん、あれって実はただのちょっと言っちゃったおばさんが言い出したんだよね、うん、ところがそれに世間の文化人と呼ばれるわけのわからん人たちがみんなして乗っかっちゃったもんだから、いつの間にかカルピスから黒人のねキャラクターがいなくなったでしょ。そうみんなもう忘れてるでしょ、昔のカルピスのマークってある黒人のねキャラクターがいたんだよ。へえ、ちびくろさんぼとかではなくてですか。ちびくろさんぼももちろんそうなんだけども、当時あの黒人キャラクターをね使ってた商標とかそういったもんが全部それで一斉に攻撃されて、でもあれね多分今ウィキペディアには載ってるんじゃねえかな、実はただのねちょっとあの厄介系のクレーマーのおばさんが言い出したことに世間の文化人がみんなして乗っかっちゃったっていう、そのせいで日本中からその黒人商標がっていうか黒人キャラクターが全部なくなっちゃったよね。だからちびくろさんぼは差別だみたいな、その童話の世界をさ差別って言われたらさ、だもんね、だったらあれじゃんね、白雪姫とかね、うん、シンデレラの児童虐待みたいなさ、小人も出てくる、白人なんか差別ですよね。ね、うん、白雪姫、肌が白いんでなんか放送しちゃう、もうパラリンピックなんてけしからみたいな、その逆差別ですよ。そうあんならね見せ物にして、ね、スポーツ。純粋な気持ちでスポーツしてるのにそれを見せ物にするなんてとんでもない、ね、私なんか運動音痴なのにこんなスポーツ見せられるのけしからんだそうだよね、個人的に与えられたその傷に対して、そうですよ、ね、支払いを求めるっていう訴訟を起こしてみようか。 50m 走るに10秒以上かかる私の気持ちはズタズタにされましたとかって言ってなんでこのキャラクターは髪が生えてるんだ、そうだよね、とんでもない。いいな。だからやっぱりそういう意味ではそのまあ欅坂のねその衣装がなんかナチに似てるみたいな、まあ言っちゃ悪いけど完全なイチャモン、言いがかりだから、なんだろうね、そのホロコースト記念館が久しぶりにちょっとこう存在感を出しとかないとまずいかなみたいな日本に、うん、日本に対してまあでもそれをさ本当ね、イギリスのそのね、デイリーメールのホームページ行くと見れば分かるけど、いやここまで大きく取り上げるネタじゃないでしょってぐらい大きくしてるから、俺最初絶対ワンコラムだと思ったのよ。おだってさ、日本イギリスの大衆紙がさ日本のアイドルのネタをさ取り上げるのに、うん、そんなワンコラムじゃん、どう考えたって。なんかこう下せないのが、こうナチスを模倣するのがダメなんですかね。ナチスの自体のキャラクターとかはいっぱいあります。例えば、うん、ねジョジョの奇妙な冒険にももろにナチの軍人が出てきて味方になったりしますよ。そういうことなのよ、うん、つまり他にも山ほどね、そういうネタがあるにもかかわらず、まあ、でも多分山ほど文句はつけてるんでしょうけど、うん、でもその中で今回こういう欅坂っていう、うん、今日本で一番なんだろうな、伸び盛りのアイドルグループに対してクレームをつける、うん、そういうクレーマーって何が目的なんだろうって、うん、でしかもそれに対してソニーも秋元もさっさと詫びを入れる、うんうん、その辺になんかねものすごいうざんくささを感じる、日本人らしいですね、うん、まあでも面白がってなんかね、あのよし通報したろとか言ってね、通報した連中はいると思いますけどもね、うん、わざわざ分かんない英語を調べていやそのレベルの記事じゃない。うーん、あれはもう完璧になんだろうな、イスラエル大使館の人間かなんかが書いたんじゃねえかっつぐらい
がっつりやってる、うん、日本のオタレベルであそこまで書くっていうのはなかなかそう簡単じゃないんじゃないかっていう、まあでもね、制服にしたかったんだったらね、中国の人民解放軍とかの制服にすればよかったんじゃないですかね。それは昔 YMO がやってるから。イエローマジックオーケストラのね、あれジャケットにも載ってるね、赤い人民服、うん、ね、でも確かにナチスの制服ってかっこよかったし。そうだよ。だってさ、それ言ったらさ、銀河英雄伝説はそうじゃん、ね、かっこいいっすよね、ナチスって基本的になんかデザインはね、そう、うん、だからやったこととさ、そのデザインとかはさ別物じゃん、うん、でこれはね、今回あのクレームつけてるホロコースト記念館のあそこの財団ってなんだっけ、なんとかタールさん、ゼーフェンタールだっけっていう名前ついてんだけど、この記念の名前の人って何やった人かっていうと、うん、ひたすらナチスに参加したやつらを追い回して裁判にかけて、そう言ってみれば東京裁判の個人版をひたすら続けた人、だからユダヤ人イスラエルにとってはもう本当に英雄なんだけどさ、うんうんうん、でもまあ風化させちゃいけないわけですよね、まあそこはそうですね、いろんな意味で、いやそれ言ったらあれだよな、日本って原爆についてさ、うんね、やめようっつったのにさ、うん、それに反対しちゃったわけだ、うちの首相。まあ、確かに、ね、確かに確かに、こっちの方が批判される逆ですね。ね、ナチス、欅さんがどうでもいいよ、これぐらいやれと、そう、このサイモンなんとかさんぐらいやれと、原爆落とされた国なんだからさ、原爆は反対しようぜ。そればっかりはね、逆らえるとこないわけであってね、じゃあ来週もこれは続けましょう。いい、ちょうど40分前、まあ、あの、ね、うちのチャンネルがサイモンなんとかセンターさんに消されてなければ来週続けましょう。これ今この喋ってる誰かが心不全とか病気で死んだら、モサドのせいです、ね、モサドだなって思ってください。モサド暇ですね。そんな暇じゃねえよって怒られそうだけどね。それじゃあまた来週、はい。